妻役の方ですね。薄いの切ってるな。薄いで薄く切ってますでしょ。ふざけんな。なんで薄作り作んねん。ヒラメかあれ。ヒラメですか。今書いたの。なめるわ。あきらあんたお酒飲んでるやん。うるせえ。ちょっとそんなお金どこにあんの。うまい。まだ飲み足りねえんだよ。なんか作ってくれよ。え、あんたまさか。ないやん。うるせえ。ちょっと。なんでいきなり殴んのよ。やめてよそんなことするの。早すぎて見えなかったですけど。ちょっとないやん指輪が。母親の形見やったんやでこれ。そんなに即三文の。え、ゴニョゴニョゴニョってなっちゃったか。二足三文？そんな二足三文のものでグダ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 貸してんじゃねえ。完全にもらったじゃんそれ今。大事なもんやから言うてんの。許せない、ここの目の前に何があるか分かる？よせ白紙の絵に。いや、ちょっと待って。待てると思う？まあ一回ちょっと落ち着こう。ねえ、そのレベルじゃないだろ。私は傷ついてんのよ。知らんし。いや知らんしじゃなくて知ってるやん。こいつまた落ち着こう。お金もないのにお酒飲みに行くし。いやいやいや、指輪打って。まあ落ち着こう。生きてるうちにバチ当たってよかったな。なんでなんだよ。すごい今実際ああやろ多分。またそうですね。実際はいらんのよ。さあということで2つ目のシーンでは友近白紙の演技を見せてくれました。友近さん演じてみていかがでしょうか。もうちょっとやっぱりあのニヤッとしてるからもう本当ちょっと笑けてきちゃって。でもなんか決まってないところが急に始まったけど、すごいなんかと対応がお互いできたかなって感じはしましたけどね。やり合えた。そうですか。うん、それすごいです。はってなったとこありましたけどね。うん、でもなんかね楽しかったね。そうっす。楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。お互い演技し合ったなみたいな。めちゃめちゃ楽しかったで。ちょっとなやりきった顔してるじゃないですか。すがすがしい。確かに。あのビンタはどう思った？あれなあれ急に喋ってる最中に急にファンってなって。あれちょっと早いビンタでしたね。もう容赦ないんで。容赦ないんで。容赦ない。容赦ない。あったのよ。距離ありすぎたのよ。もちろんほんまにいかんでええねん。はい、ほんまにいかんでええねんけど。これでも目はじきってるみたいな見ましたけど。そうや。フィンガージャブやだ。続いて、芸歴わずか2ヶ月にもかかわらず、見事なやられっぷりを見せた相沢は、DV 夫をどう演じるのか。